フィリップ・ホール数学における有限群 G のホール部分群は、その位数がその指数と互いに元な部分群を言う。軍論学者、フィリップ・ホールが導入した。ホール因子を見つける最も簡単な方法は、その数の素因数分解を書き下し、その情報的項の任意の席を取ればよい。例えば六十のホール因子を求めるには、素因数分解十二三五を示して、三四 5の任意の席を作れば良いから、60のホール因子は1、3、4、5、12、15、20、60とわかる。素数からなる適当な集合 π に対し、ホール π 部分群は、その位数が π に属する素数の席で、かつその指数が π に属する任意の素数で割り切れない、ものを言う。ホールは、G が有限化で、π が素数からなる任意の集合とするとき、G が、 ホールパイ部分群を持ち、任意の二つのホールパイ部分群が互いに協約となることを示した。さらに言えば、パイに属する素数の席を一数に持つ任意の部分群は、適当なホールパイ部分群に含まれる。この結果は、指郎の定理のホール部分群に対する一般化と考えることができるが、前述の例にある通り群が抱えてない場合には、そのような一般化はできない。 ホール部分群の存在性は、任意の有限可解群は、基本アーベル正規部分群を持つという事実を用いて、G の位数に関する機能法で示せる。より正確には、G が π 分離的なる限り A が π 群、または π 群となるような極小の正規部分群 A を固定するとき、機能法により、G の A を含む部分群 H が存在して、H、A が G、 A のホールパイ部分群となるようなものが存在する。A が π 群ならば H は G のホールパイ部分群である。他方、A が π 群ならば、周圧圧線ハウスの定理により A は H の補群を持ち、それが G のホールパイ部分群になる。素数からなる任意の集合 π に対して、ホールパイ部分群を持つ任意の有限群は可解である。これは、白の定理が、 任意のホール部分群の存在を導くから、異数が素数 P、Q に対するパク部の形にかける任意の群が可解で、あることを述べるバーンサイドの定理の一般化である。これはバーンサイドの定理の別証明を与えるものではない。白系は適当な素数の集合に属する各素数 P に対する、白 P 部分群に SP からなる集合であって、任意の P、Q に対して、 spsq イコール sqsp となるものを言う。指導系が与えられれば、素数からなる集合イに属する素数 p に対する、指導 p 部分群 sp すべてによって生成される、部分群は、ホールパイ部分群になる。ホールの定理をより正確にして、任意の可解群は、指導系を持ち、任意の二つの指導系は互いに協約となると、述べられる。 有限群 G の任意の正規ホール部分群 H は補群を持つ。すなわち G の適当な部分群 K が存在して H との交わりが自明、かつ HK イコール G とできる。これは終圧セ線ハウスの定理である。ありがとうございます。